ギャップないね。就活時代を思い出しながら自己分析っていう形で、あ、実際にこういろんな人と会ってやって、自分ってどんな職業合いますかねとかって話す中で、うん、それ以外に意識してやったことがある。あ、そうだね。ちょっと具体のツールとかの話とかで言うと、うん、キャリアに悩めるそこのあなた、公式 LINE 登録で就職活診断が無料で受けれます。 YouTube 非公開の転職対策動画も手にあります。詳しくは概要欄をチェック。今回、視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに。皆様の挑戦お待ちしております。はい、どうも皆さん、こんにちは。特集のゆうすけです。です。はい、ということでやってきました。本日は入社後のギャップどう防ぐということで、特集に入社して半年の常吉くんに来ていただいて、ちょっといろいろ聞いていきたいと思います。そうですね、もう洗いざらい話していきたいと思います。そうですね。ということで、まあ、このコンテンツ見ていただくと、実際転職して半年経った人がギャップどんなものを抱えるのかとか、逆にいや抱えていないのかみたいな、それを見た上で転職した後にギャップを防ぐ手段みたいなのを常に聞いていければなと思ってます。はい、ということで早速聞いていきたいと思うんですけども、はい、特集に入社して半年どうですか、ギャップありますか？そうですね、ギャップないね。ないんかい。ごめんなさい。あ、でもなんかこう受け入れたというか迎え入れた側としてはすごく嬉しい感想だけど、なんかそれは具体的にどういう感じなの？前職もなんかこう、まあ、こういうことをしたいと思って出てきたわけだけども、うん、でそのこういうことをしたいっていうのが今実現できてるっていうところで、引き続き前の動画とかでも、うん、あの前2個ぐらい動画撮ったんですけど、はい、そこに引き続きギャップはないかなって感じです。ああ、なるほど。どんなことをしたくてあの超優良企業を飛び出してきたんですか？本当に相手のことを思って寄り添える環境とか、うんうん、人に対してこう優しい環境みたいなところ、ちょっと抽象的だけど、うんうん、そのあたりがすごく自分の中で大事にしたかった部分かなって感じです。あ、それは何だろう、社内の話、それともこう対クライアントというか顧客に向けた話？そこはね、どっちにも言えて、優しい思いでこう何か人に接したいっていうところは、うん、対社外もそうだし、うん、社内の環境を見ててもお互いが結構相手のことを思いばかってコメントしてくださってるなとか話してるなっていうのが感じるんで、うん、すごく幸福度高いです。あ、なるほどね。まあ、確かに、まあ、2B だもんね、前職は。そうだね。っていうのもあって、今 2C で転職支援やってるっていうのもあるから、そこはよりなんかこう感謝とかも感じやすいのかも。うん、あ、そうだね。やっぱりこう前職でもそういう気持ちを大事にできる瞬間あったけど、会社対会社っていう要素が少し大きかったから、あ、ちょっとこう自分個人の感情みたいなところが寄り添いたいみたいなところは中心できなかったなっていう。あ、はい、あ、なんか今1個キャリアアドバイザーとして転職支援してるっていう話があったんだけど、うん、今入社した半年どんなことをやってきたんだっけ、業務として。あ、そうだね、今やってることとしては主に、まあ、キャリアアドバイザーという形で転職したいという方だったり、キャリアに悩んでるって方とかのご支援だったり、あとは特にメディアの部分、こういうふうにちょっと出させてもらったりとか、あとは裏側でこう企画とかあのチャンネル立ち上げみたいなところもやってたりするんで、そういった部分やってるって感じかな。じゃあ大きくはキャリアアドバイザーと、あとはこういう演者っていうちょっとメディア業みたいな感じが、最後はじゃあマーケティングみたいなところでチャンネルの裏側回していくっていうのをやってるってことかな。そうだね、そこもやってるね。どうですか、なんかこんなのやると思ってギャップあるのかなと思ったけどね。そこはそんなギャップはなかったんだ。うん、正直そこは、まあ、ギャップがあったっちゃ あったんだけど、業務レベルだと確かにギャップはあるみたいな。そうだね、あのキャリアアドバイザーやろうと思ったら、あ、結構いろんなことやったなと思ったけどはい、はい、でもなんか共通してその自分の大事にしたかった思いっていうところは大事にできてるんで、うん、そこの点では大丈夫かな。確かにいいかもしれない。なんかその転職した後に全部が自分の思い描いた通りでしたっていうのは多分ありえない。うん、そうだね。常みたいにその譲れない部分をしっかり言語化したからこそ、人っていう軸においてはギャップがなかったけど、うん、なんか表面的に業務っていうところでなんか、うんうんうん、それやるのっていうのを多分今やってるわけじゃん、うん、まさか YouTuber になってキャリアアドバイザーやってると思わないわけで半年は。そうね、そうなんだよね。あながち嫌じゃなさそうだけど直近でもこう知り合いから連絡がちょこちょこ来たりとか、うん、あ、YouTube チリの友達から連絡来た。チリ、地球の裏側地球の裏側から連絡も来たからあれ見てるよって来るんだ。そう、やっててよかったかもしれない。はいはい、まあ、でも確かにね、たまに声かけられて嬉しかったり、うん、あ、なんかそのすごく今転職後の状態としてはいい状態だと思っていて、うんうん、なんかこう転職今から考えてる人とかも多分常みたいに半年後、あ、楽しいギャップないっていう状態で働けたら多分いいんだろうなと思ってるんだけど、うんうん、転職活動中なんかどういうことを意識してたらそういう状態になるの？ああ、そうだね、実際やってたこととして伝えると2つ大きくやっていて、うん、もうあの就活時代を思い出しながら自己分析っていう形で、あ、自分が本当にこう仕事において大事にしたいこととか人生において大事にしたいことってなんだろうって調べてて、改めて基礎を大事に、そうで、その中で見つけたものを持ってもう一個
やってたこととしてはいろんな人に会うとかいう形、うん、例えば自分は前職 SIR だったからやっぱこう SE からのキャリアパスって IT コンサルとかもしくは SIR の別のところとかもしくは社内 SE とか、うんまあ、そんな形でキャリアパスが王道ではあるんだけど、でもそこだけじゃなくて自分の希望を伝えて出てきたこうキャリアアドバイザーさんのコメントとかそういうのを全て噛み砕いて、まあ、あとは実際にこういろんな人と会ってみて自分ってどんな職業合いますかねとか話す中でいろんな仕事を見つけたというか、そうだね、自分の価値観を整理していったっていうところはあるかな。あ、なるほど。大きいのは、まあ、人に聞いていろいろ整理したっていうのが一番大きかったのかな。あ、そうだね、実際。あ、でもやっぱ前段階として自分の価値観が決まってたから、これってどうですかってどこで活かせますかっていうところをバッていろんな人に聞いたりとか言ったって感じ。なるほどね。どうしたらいいんですかではなくて、うん、一旦自分で言語化した上でこれどうしたら活かせるかとか、そういうイメージか。そうだね、うんうんうん、なるほど。じゃあまあ今そんな入社半年ギャップなんか働けてるっていう常なんだけども、うん、もし今視聴者の方で転職考えてる人とかいたら、そういう方にメッセージとかありますか？そうですね、今のこう自分が働いてる業種とか職種とかで結構キャリアパスって狭まってるとか決まってるような感覚はするんだけど、うんうんうん、なんか実は自分が転職において大事したいものってそこじゃないところにあったりとかっていうのもあったりすると思うんで、やっぱりこうキャリアに迷った時には立ち止まって自己分析みたいなところがすごく大事なのかなと思ってて、うんうん、自分自身が一番何大事にしたいんだろうっていうところは一番最初に取り組んでいただけるといいのかなと思います。なるほど、そうですね。なんか今自己分析人とやってみるとか、うん、まあ、話してみるとかあったんだけど、なんかそれ以外に意識してやったこともある？あ、そうだね、ちょっと具体のツールとかの話とかで言うと、うん、世界一分かりやすい自己理解みたいな話の本とか、八木仁平さんって方のやつとか、あとはあのストレングスファインダーって自分の強みって何なんだろうみたいな、やっぱ強み化して働いた方が幸せかなと思ってやってみたりとかっていうのはまずしたし、で、あとはあの人に会うっていう意味だとキャリア相談みたいな形でやっぱこうキャリアアドバイザーの方とか転職エージェントとかでやってたりするから、うん、そこで話聞いてあんまりこう武器持たずに行く、その自分の価値観だけ持って突っ込みに行くみたいなことをやって、うん、相手から出てくる提案っていうところをいろいろ吸収しに行ったってなったから、 あんまりじゃあこう固めすぎずにフラットにぶつかってみるっていうのも結構意識した。そうだね、うんうん、なるほど、ありがとうございます、うん、なんか確かに加えて僕が一個お勧めしたいのは、うん、なんかキャリアアドバイザーとかではなくて自分を昔からよく知ってる人に会ってみると、うん、なんかいろいろ自分を知った人からのアドバイスってやっぱ刺さるし、なんかね、なんだろう、正解を選ぶっていうよりはなんか選んだものを正解にする力が強まりそうだって思ってて、どういうことかというとなんか自分が好きな人とか自分を大切にしてくれてる人がおすすめしてくれたアドバイスってそれを不正解にしたくないから頑張ろうって意識が働くんで、だからそういう意味ではちょっと付け出したかったのは、そういう転職の時だけ話す人じゃなくて普段から自分を知ってくれてる人と話すっていうのはいいかなっていうのはちょっと個人的なおすすめでした。いいね、しかもそこってすごくなんか自分の決意固める上でも心強いし、今の話だとおすすめだと思います、うん、はい、ということで本日はベンチャー企業に転職して半年の常に入社のギャップはあるんですかとか、なんかそれを防ぐ手段みたいなものを聞いてきました。今回私もキャリア相談みたいな話とか自分を理解するみたいな話させていただきましたけれども、まあ、そんな形で人と喋ってみるとか、あの自分の棚卸しをするっていう意味でキャリア相談とか私たちもさせていただいておりますので、ぜひ概要欄からお申し込みいただければと思います、はい、あとはそこに敷居が高いという方に関しても市場価値診断という形で LINE でこうポチポチっていう形でご自身の市場価値を簡単に診断できるようなものも用意しておりますので、こちらも概要欄の2個目のリンクからぜひご登録いただければ、まあ、そこに合わせた情報の配信とかもしておりますので、ぜひご確認いただければと思います。はい、よろしくお願いします。ということで本日の動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。もし何かコメントとかご意見あればぜひどしどしいただければ、我々出演しているものをしっかり目を通させていただきますので、よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。バイバイ。今回視聴者限定で無料で転職相談に乗れる機会を提供いたします。大手からベンチャーまで幅広く300名以上支援実績のある優秀なコーチングスタッフが担当いたします。20代から30代で転職に挑戦してみたい皆様が対象になっております。転職活動の進め方がわからない、現職にモヤモヤしている、転職に興味あるんだけど自分のスキルに自信がない、このチャンネルに出てくるゲストみたいなキャリアが歩みたい、こういった思いや悩みを抱えている皆様はぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。